はい、では古性優作選手にお話を伺います。まあ初の夢舞台ということになりますけれども、はい、相変わらずあまり気負いはなさそうですね。そうですね、まあ、考えても仕方ないようなメンバーですし、うん、まあもう本当にどうなるかわからないので、はい、うん、まあでもそのぐらいの方がなんか古性選手にとってはいいのかなっていうふうに思ったりするんですけれどもね。そうですね、まあ、決めてそういうそれ通りにレースが動くことはないと思うので、うん、まあ、その場で感じたことで動けたらいいかなと思います、うん、あ、その辺はもう得意中の得意のジャンルですからね。そうですね、はい、うん、まあ、短期の競争になったのもこれは自然な流れかなっていうふうに思うんですけれども、はい、短期の競争っていうのは古性選手の中ではどういうふうなイメージ持ってます？まあ短期でも短期じゃなくても、まあラインがついてると思ってレースしてるんで、うん、まあそこの大差はないかなと思いますね。まあ、その辺はもう一人でも二人でもあんまり意識はすることもなく。そうですね、はい、うん、まあメンバーもすごいし、クレの雰囲気もすごいし、まあ飲まれることはないと思いますけどね。まあ楽しみたいですね、そういう雰囲気を雰囲気は、はい、うん、緊張感とかは今のところはそんなに何も感じることもなく。そうですね、今の段階ではまだ感じてないです。うん、まあ共同会見で、まあね、村上さんがっていうような話もありましたけれども、はい、なんかこうこの本番臨むにあたって何か言葉を交わしたりとかはしたんですか？まあ、そうですね、頑張れよって言ってもらったので、はい、うん、具体的に何かああするこうするみたいな話は、まあ、ないです、はい、まああえてする必要ももう今までの信頼関係でね、はい、うん、ないでしょうからね。そうですね、うん、どうですか、まあオールスターで決めて、まあここまでね、グランプリに向けてっていう部分もあると思いますし、時間も結構あったと思うんですけど、競輪さんはって、はい、うん、はい、その辺はうまくいってますか？そうですね、順調かなと思ってます。うん、足、まあその辺トレーニングもしっかりと。そうですね、はい、うん、メンバーどうですか？まあもうそうそうたるメンバーですけど。そうですね、本当強いんで、まあ負けないように頑張りたいなと思ってます。負けない、なんかこうこれは気をつけないといけないことっていうのは何かありますか？特にもう気をつけなあかんことだらけですね。まあ好きないように頑張ります。好きのないように、はい、うん、あとはまあ勝ったら1億ね、はい、ベターな話になりますけれども、何に使おうかなみたいなのは取ったら意味ありますか？何もないですね。何もない。そうですね、特に、うん、強くもないので。あ、別にもう今欲しいものも何もないですか？そうですね、はい、うん、いや大阪のファンの人は待ってると思いますよ、古性さんの暴れるところを。まあ一生懸命頑張りたいです。ねえ、いや楽しみにしてますよ。はい、ありがとうございます。はい、僕は個人的に同じ高校だということもありますし、はい、はい、やっぱ大阪出身だということもありますし、中、はい、大阪からグランプリっていうのはちょっと過去振り返ってみるとちょっと僕はもうないんですけどね。翔くんぐらいですか？グランプリには出たけど、はい、取るということ。ああ、取るのは聞いたことないですね。ねえ、はい、なんかグランプリっていうと近畿はやっぱ京都っていうイメージがあるんで。あ、そうですね、うん、そういう意味でもちょっと、まあ、大阪に初めて持ってこれるように頑張ります。はい、大阪にグランプリ。静岡はどうですか、イメージは？相性いいと思いますね。そうですか、はい、わかりました。はい、では最後にファンの皆さんに一言お願いします。一生懸命応援してもらえるように頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。